皆様こんにちは、セロシオです。車紹介を行ってきます。今回の車はほとんど面白い車ですね。この車が FR ハッチバックですね。どんなハッチバックが FR がありますかな、みんなが知っていますかな。もちろんそのハッチバックは2パックスですね。3パックスハッチバックの FR 車がもともとが多いですね。でも今のハッチバックはみんながどんな車か思いますか。トヨタオリス、今はカローラスポーツですね。ヨーロッパ車はボルクスワーゴンゴルフ、および、ピュージョー208、そんなハッチバックはちっちゃいですけれどもみんなが FF ですね。どんなハッチバック、2ドア、2パックス、3ドアとか5ドアハッチバックの車が FR ですかな、みんなが知っていますか。そうですね、その車が今が3代目ですけれども、3代目のその車はFF になりました。ほとんど残念でしたね。確かに FF レイアウトの時には、車の白い空間がもっと広くになりました。確かにその車はもともと第1代目と第2代目 FR の時には、後ろ椅子の空間が本当にダメなんですね。私の体重で、全然入れない。それが本当に残念でした。ですけれどもその車が FR ハッチバックですから、ほとんど楽々で運転することがありますね。一体今回のテーマがどんな車でしょうかな、みんなが知りますか。それは BMW 1シリーズです。1シリーズは最終代名と第2代名が全て FR ですね。今見たのは第1代名1シリーズ、車種番号が E87 ですね。その詳細はこれがマイナーチェンジした 123D ですね。その車が本当にすごいですよ。私がその映画の前にテストドライブやりました。おお、びっくりしましたね。その車の運転性とか安全性とか楽しむことが本当に立派なですね。その車が私が買いたい、やりたい、運転したい、本当ですね。その車が1シリーズの歴史が面白いですよ。 BMW 1シリーズが最終には2002年、ジネーバーモーターショーで CS1 コンセプトが発表されました。そして2004年公式プロダクションカーが発表されました。そして2004年のパリスモーターショーで公式発表します。そして、販売します。その車がヨーロッパでほとんど人気がありますね。みんなが好きです。確かにその女性で、その車が可愛い、そしてちっちゃいがみんなが好き、そして本当に売れます。でも1シリーズの前には、その車があまり、売れるね、一体どんな車でしょうかな、みんなが知っていますか。それで E36、E46、TI コンパクトですね。E36 の BMW 3 シリーズ TI は、もともと E36 の車種じゃないですね。その車の車種とインテリアが、全て E30 ですね。というと、E36 コンパクト TI は、E30 の車種と E36 のエクスワリア合わせてやりました。ですからその車がちょっとちっちゃいですけれども、人気がちょっとないね。その車が3ドア8パックだけです。そしてヨーロッパ以外、ちょっと売れないね。日本で、人気があるちっちゃいですから、私が2024年日本旅行時には少し E36 コンパクト TI 見たことがあります。私もびっくりしました。でも台湾でその車がほとんど人気ないね。台湾の BMW は1995年 318Ti 輸入されました。人気がほとんどない。ですから台湾で325Ti が公式輸入することはないと思います。それから E46 の Ti が公式輸入することはないです。私もディシジョンは正しいです。E46 の TI が、普通 E46 のエクスワリアがほとんど違いますね。
私が E46Ti のエクソアリアが好きじゃない、ですから台湾その車が公式輸入することはないと私も正しくと思います、でも台湾が少し、個人輸入 E46Ti があります、それで、半分日本から半分ヨーロッパからがあります、私が時々たまたま、道路で E46Ti 見るときには、その車のエクサリアが本当に怪しいですね、だからその車が人気台湾で人気がほとんどない。でも BMW が諦めないですね、このライバル車はメッセージスペンスの C クラスが、W203 の時に、CL スポーツクーペ、CL203 スポーツクーペが発表されました。そして W204 の時には CLC、独立シリーズになりました。人気がほとんどないね。ですから今新しいの、W206 とか前の W205 が、そんな C クラスのハッチバック車ないですけれども、もともとベンツが A クラスがあります、でも BMW はその A クラスがほとんど人気がありますね、最終タイムの最終タイムの W168、 それで W169 がヨーロッパで人気がほとんどありますね。ですから BMW が我々もそのちっちゃいコンパクトカーが、独立シリーズやりましょう。ですからBMW1 シリーズになりました。もちろんそれが別な理由もありますね。我々今新しい最新マーションの3シリーズ、車種番号が多分 G20 でしょうかな、その3シリーズはそのダイメンションで、もともと古い5シリーズ、例えば E34 と E28 比べるで、今の3シリーズはもっと大きくになりましたね。ですから、その3シリーズがもともと、もっと大きくがなりました。ですから、そのした時に、した場所は新しいシリーズをやれる。ですから、1シリーズになりました。というと、将来、1シリーズがもっと大きくになる時には、多分、もっとちっちゃいシリーズ、例えば0シリーズが発表する頃はありますかな、ちょっと怪しいですね。それが、ちょっと、私自分想像ですね。もちろん、BMW 本社で、最終の BMW 1シリーズは、このエンジンが 116i、120i、これがガソリン、そして、118ガソリン追加されました。ディーゼルエンジンは 118D と 120D、それがすべて、4気筒ですね。ですけれども、発表時には BMW 公式で、将来我々、6気筒搭載される、1シリーズが発表します。そして、コンバーチブル、クーペ、および M パワーバージョンも、発表します。そして、BMW がもともと、開発するときには3ドア8パックバージョンもあります。でも公式発表の時には5ドア8パックですね。確かに3ドア8パックの E87 シリーズがありますから、私もちょっと怪しいですね。でもさ、みんなが4気筒の1シリーズが、その性能が普通ですね。本当に地味、ですから BMW が2005年が、130追加されました。130が、そのエンジンが、その時 EQ10330 ほぼ一緒な6キット258馬力ユニットが発表されました。その車で、軽い、そしてエンジンが強い。だからパワーが本当にすごいですね。私もそのパワーがびっくりしました。台湾が、その時に、最初に、マニュアルトランスミッションカーがいっぱいある。BMW 本社が最終の1年間、アウトモティック社が、生産することはないです。ですから台湾が2005年、120アウトモティック社が発表されました。それで、それ以外の1シリーズが公式輸入することはないですね。その時値段が152万元
台湾ゲンになりました。人気がほとんどありますね。女性とか、お金持ち人が好きです。私がその時に、大学生でした、その時私の、クラスメートで、お金持ちのお嬢様があります。その時、あの人のうちで、新しい120買いました。お、私もうまあ、うらやましいですねほとんどね、そして、2006年台湾が130追加輸入されました。でもその時の130はマニュアルトランスミッションですね。というと、その車が1306速 MT 車です。ほとんど珍しい。今中古車の値段が高いです。 E871 シリーズがマイナーチェンジするときには2006年の2007年式ですね。マイナーチェンジのポイントはフロント、グリルとフロントランプとバンパーとフォークランプとテールランプとテールバンパーですね。今見たのはマイナーチェンジアットカッターですけれども、その車が M バージョンですね。ですから変わる場所が普通バージョンがちょっと違います。台湾が2006年がマイナーチェンジした E87 発表されました。その時130も輸入することはありますですけれども、その時6速 AT 搭載されました。そして人気がほとんどない。だからマイナーチェンジした BMW E23D 追加される。そして台湾も2009年が追加されました。その E23D はエンジンが E20T 方法以上ですけれども、 E23D はツインターボ搭載されました。 E20T はシングルターボですね。ですから E23D はもっとパワーがありますね。トルクは 40.8kgm になりました。それが本当にすごいですよ。1m もっとトルクになると思います。ですからそのガソ力が強いです。台湾が123D で130乗り換えになりました。ですからそれがその時台湾の普通1シリーズの最高バージョンですね。その値段も、もともと130方法以上ですね。200万またです。そして、台湾の 123D は、すべて、M パッケージステンダード装備になりました。というと、M パッケージの、フロントバンバー、18インチ RE ホイール、サイドスカート、テールバンバー、スポーツ椅子、そしてスポーツ M パッケージステーリングホイールもあります。その車が本当に立派なです。そして走りも強いです。私がテストドライビングした時には、おお、その車が山道で、おお、本当に強い、本当にすごい、どこでも行きます、どこでもパワーが十分です。私もびっくりしました。そしてその車の車種も面白いですよ。 E87 の車種が E90 の3シリーズが多いようですね。もちろん E87 のホイールベースとかダイメンションがもっとちっちゃくになりました。ですからそのレスポンスがもっとすごいですよ。そしてインテリアどんな装備がありますかな、一緒に参加しましょう。今日の天気がほとんど暑いですね。今外の天気は35度以上になりました。あ、本当に暑い。あ、私も汗がいっぱいありますね。ですから車の中に入れましょうね。その車がエアコンが強いですよ。いいですね。はい、その車がキーレスがあるですけれども、フルキーレスじゃないですね。我々エンジンキットの時には、そのガキがここに入れ、そしてプッシュスタートにやりました。台湾の BMW は、エアコンが強いの車が少ない。その車がエアコンが強いですね。いいですね。はい、そのインテリアが、その時の E60 と E90 比べるか、
包囲症なるになりました。でも少しロジックがちょっと違いますね。例えばそのダッシュボード、あの E90 とか E60 とか、そのダッシュボードラジバンが右と左が包囲症ですね。でも E87 はそのとそのオーディオとエアコンパネルはもっとあのドライバーシートになりました。それが本当に面白い。もちろんその車のあのボタンとか、シフト、ギアナップとか、全部 E93 シリーズが保護色ですね。そしてその車が M パッケージですから、そのステーリング用が、M スポーツ、そしてギアシフトパドルがあります。椅子もあの M スポーツの椅子ですね。あ、18種類入れます。ですからあのその車が誰にも本当に楽々ドライバースポジションができます。そしてその車運転するときにはもちろん走りが強い、ハンドリングも楽々ですね。でも車内空間がやはり二人が楽々でしょうね。後ろの椅子が本当に空間ダメです。そして、頭の空間もダメなんです。シーピラーも熱いです。ですからその車の後ろの人があまり楽しい方じゃないです。やはりその車が一人で二人でもあの楽しいよかった。後ろが人が乗るときにはちょっと、しないで大丈夫です。あのでも、遠く場所行ったときにはちょっとダメなんです。ちょっと無理ですね。それがFR の欠点です。でも FR のアディベンテージは走りが本当に楽々。確かにその車がそのエンジンがディーゼルエンジンですね。私がもともとディーゼルエンジン車も運転することがあります。もともとモンデオル、フォルドモンデオルディーゼルカー乗ることがあります。その時モンデオはディーゼルで走り、それが素晴らしいですよ。その車が5ミタルですけれども、ディーゼルエンジン搭載するときには本当の楽々です。でもあのドライビングプレージョーが高いですから、ちょっと普通。でもその1シリーズ 123D で本当に楽しかったね。確かにドライビングシュードライビングプレージョーと言いました。でそしてその車 の燃費も本当にすごいです。1リーダーが13-14 キロが普通ですね。高速道路でオートクルースコントロールやるときには1リーダーが18-19も大丈夫です。もちろんあのディーゼルの値段、まあ、ガソリン値段比べるがディーゼル値段がちょっともっと安いね。ですからその車が本当に楽々。そしてもっと楽々の場所はそのインテリアが本当の何でも問題ないですね。ですからその車の前のオーナーがほとんど素敵な人ですね。親切な人ですね。グラチシアと思います。インテリアが全然問題ない。そしてエンジンとかトランスミッションが全然問題ないね。それが本当にラッキーです。この車が私の悪い友達の車ですね。でもその車の買うことが私と関連性がありますよ。それが本当に面白いストーリーですね。台湾が2015年くらい新しい新車高顔、補助金、があります。というと2015年後にはもし古い車が新車乗り換えで、古い車、外来所行った、台湾の政府が5万元 NT 補助金が払います。その車、その 123D はもともと外来所行く、この車の前のオーナーが新しい車が買いました。でも私が外来所の人は知ります。あの日は外来所の坊やが、ジョーさん、今素敵な BMW 123T がありますね、参加しましょうかな。
私が最初、そんな新しい BMW が私がちょっと興味が少ないね。私が BMW 大好きな人ですね。今私の服はアウディの服ですけれども、私が BMW 好きです。私が今までアウディとボルスワーゲン車が買うことがないですね。でも私の好きな BMW はやはり90年代、80年代ですから、私がもしかして E34 とか E28 が私が買います。でも E87 が、その車が20歳だけですね。あまり新車、私が自分でこれが新車と思います。でも、その、彼女の坊やが、ダメ。ジョーさん、ぜひ、この車が参加しましょう。ですから、あの日、私、仕事終わる時には、その彼女が行きます。見た時には一瞬間でびっくりしました。その E87 は、その車がマイナーチェンジした 123D ですね。本当に素敵な車ですね。どこにも壊れない、どこにもないね。それが本当に素敵です。そしてエンジンもオイルが全然見えない。そしてディーゼル車がそのエクゾーストシステムが臭い、その車全然ない。その匂いがいいですね。インテリアの気分も一番ですから、私がその車を買えるよ、いけるよ。でも私がその時がお金ちょっと不足ですね。 だから私が悪い友達と話します。そしてその悪い友達が、その車がいいね、 123T が運転する頃はないですけれども、その車がパワフル、本当にパワーが、力が強いと思います。ですからすごく買いました。だからその車が、私の悪い友達の車になりました。でも私が条件もあります。もし悪い友達で買う時には私と貸します。そして、車紹介ビデオいたします。だから今日は我々その素敵な、E87 で車紹介ビデオやりました。その車が一体アメリカ販売する頃ありますかな、ちょっと怪しいですけれども、日本が人気もあります。やはり日本の道路でそんなちっちゃいコンパクトハッチバックが人気があります。確かにその車が5ドアですね。5ドア実用性が高い。もともと3シリーズコンパクト TI が3ドアだけですけれども、実用性がちょっと狭いですね。やはりその5ドアがみんなが好きです。そして F20、 次の名は F20 ですね。 F20 も5ドア FR レイアウトですね。 FR がやっぱりそのハッチバックがすごいです。そして今の F40 が、FF になりました。本当に残念だからな。FF 時には、後ろの空間がもっと広くになりました。でもさ、運転ドライビングプレージョーがちょっと少ないになりましたね。本当に残念でした。ですから、私も、その車が本当に運転すごいですね。もし私の悪い友達、諦めの時には、私がその車買いましょうね。でもいくらが、買えるかちょっとわからないね。円でしょう。もしその車がその値段が私が払える、一緒にやりました。一緒に運転しましょうね。その時はもっと面白いビデオをやりましょう。じゃあ以上今回の車紹介ビデオですね。BMW E87 を紹介することはいたします。みんながその車が好きですか、みんなその車が運転することはありますか、そのコメントが一緒にやりましょうね。それでです、今回のビデオがここら終わりましたね。また今度もっと面白い車を紹介しましょうね。じゃあバイバーイ。